今日はですね、グリスチャットのチューニング方法をご説明させていただきます。まず、チューニングキット。これを準備していただいて、次にグリスチャット 7.5 インチですね。で、ニードル、ネイルシンカー、こう、スプリットリングをつけれるプライヤーですね。先がちょっと曲がってるやつですね。で、これを開けていただくとですね、このように、パーツが入っております。で、爪楊枝、赤いラインが入っております。スプリットリングが入っております。まず、グリスシャットのお腹側ですね。お腹側からこの赤い印がついているところを位置に合わせてですね、ここですね。ここから一気に頭の方に刺していきます。そうすると、このように貫通しますので、抜いてもらってもいいですし、刺してこう貫通させても構いません。次にですね、その通ったところにニードルをこう刺していきます。そうすると、通ってきたところに当然ですが、できますので、このワイヤーをですね、かけていただいて、シュルシュルシュルっと、パルとちょうどこのような形で頭の部分に出てきます。で、ここの、今度は後ろ側ですね、ここら辺ですね、このくびれより、後ろ側にですね、ネイルシンカーを刺していきます。僕はだいたい3つ刺します。スミスさんは16分の1まで入れておりますが、まあこれより重たいのでも全然構いません。これをですね、こう斜めに刺していきます。これがないとですね、やっぱちょっと軽いというわけじゃないんですけど、水面に出てきてしまいますので、ちょっと重たくして沈めるイメージですね。で、ここにこうかけていただいて、で最後に、通すと、完成です。非常に簡単です。これでですね、まあ、僕は沖ノ島周辺で使ってますが、おそらく西岸、ここの西岸でもいけると思います。まあ、ダムとかでもいけると思いますんで、結構綺麗に、こう、こう向けたら、こういう感じで泳いできますので、こんな感じですかね。あんまバタバタはしませんので、ロールしながら泳いでくるイメージですね。で、まあ、竿の方は、レクスターの78などを使っております。結構追っかけてきたりもしますので、まあ、他のルアーとかに比べると、単価も安いですし、投げやすいと思うので、ぜひお試しください。